最初は地学の知識を競い合う話題です。3月11日日曜日から3日間、全国の中高生が地学の知識や思考力を競い合う第10回日本地学オリンピックが筑波市内で行われ、3月13日火曜日、成績優秀者への表彰式が行われました。地学オリンピック本選は国際地学オリンピックへの選抜のための大会で、今回で10回目。全国の予選を通過した中高生が地学の知識や思考力を競います。試験は地質、固体地球、気象、海洋、天文、惑星の各分野での記述式問題と、鉱物や化石などの標本を使った実践的問題が出題され、成績を競います。栄光学園高等学校2年、田中匠さん。賞状、茨城県知事賞、最優秀賞、栄光学園高等学校、田中匠殿。あなたは第10回日本地学オリンピックにおいて、当初の成績を収めたので、これを賞します。平成30年3月13日、茨城県知事大井川和彦、おめでとうございます。もともと地学分野の中の天文に興味を持ったのが小学校、3、4年ぐらいの時なんですけど、そこからなんか天文、星を観察したりするのになんかのめり込んでて、その後中学とか入って地学っていう、天文とか、地球とか地質とかも全部ひとまとめにした分野があるっていうのを知って、勉強してみようと思って興味を持ちました。ちょうど予選もなんか最高点で通過できて、それですごいなんか自信持てたというか、なんか本選も頑張ろうっていう感じになれて、ぜひタイに行きたいと思ってます。今回金賞に輝いた10名は英語による集団討論や面接を行い、4名の日本代表を選抜するということです。